しおみんです。ですね、ちょっと仰々しいようなですね、音楽から始まっておりますが、松本に行ってですね、おそばを食べてきたっていう動画でございます。いろいろですね、塩尻とか、松本とか、本当に長野県よく行くことがあるんですけど、割とですね、お蕎麦屋さんのですね、営業時間が短いのでですね、なかなかお蕎麦食べれる機会がないんでございます。でですね、いろいろこれリピーターなんてるんですけど、松本のですね、駅の上、松本駅の上の、これ飯田屋さんっていうお蕎麦屋さんなんですけど、まあまあ美味しいですよね。ということでですね、皆さんにもご紹介しようかなと思ってですね、ビデオにしてみました。それではどうぞ。